在の目がうついてるわ。眠ってるのか？おそらく。いろいろ試したが、眠ったままだ。こいつも隕石に触れたんだな。馬車にあった石のことか？心配ない。術で処分した。ところで、こいつもってことは、他に同じ状況の人がいるのか？この断罪の目は、ムマが魔界の谷から湧き出すのを見たわ。清泉町の民は、今も苦しんでる。ええ。モンドにも深い眠りに落ちて目覚めない方々がいます。この方と同じように。そうか。隕石による影響は結構大きいんだな。この格好、暁ワイナリーの人で間違いなさそうだ。きっと彼がフリッツだな。特徴的な服ではないのに、パイモン様は観察力が鋭いのですね。オイラの記憶力はもっといいぞ。でも、この人と比べたら確かに特徴的じゃないもんな。僕？おお、そういう格好は初めて見たな。僕は稲妻から来た不老に、彼を助けようとしたら君たちが現れたんだ。隕石の件の調査をしてるのか？おう、依頼も受けたんだ。我が名は断罪の公女、フィッシェル。人々の呼びかけに応じて参上したわ。お嬢様の眷属のカラス、オズです。セピロス騎士団栄誉騎士の大親友のパイモンだ。へえ、では君がセピロス騎士団の栄誉騎士なんだな。公女は出征した。運命を告げる制裁の雷が悪夢の種に粛清をもたらすこと、期待しなさい。なんだい？こういうやつなんだ、気にするな。おや、何かあったのか？ちょうどよかった、ここに寝てる人がいるぞ。戦艦軍が来たなら僕はお役御免だな。君たちに出会えてよかった。用事があるから先に失礼する。健闘を祈るよ、冒険者たち。またな。オイラたちは人探しでここに来たんだけど、人が倒れてて。状況は把握した。この方は戦艦軍が責任を持って臨時収容所に送るよ。臨時収容所？大きなテントでお世話してくれる人がいるようなところか？ああ、ボージュル館に臨時収容所を作って眠りに落ちた患者を受け入れてるんだ。なるほど、それはいいですね。やっぱまだフリッツは心配だな。オイラたちも行ってみようぜ。仕方ない、特別に付き合ってあげるわ。